よく来てくれたね。忙しいだろうに、急に呼びつけてすまなかったね。いえ、せっかくの機会ですし。改めてお久しぶりです、レイグに使っか、イリーナ会長。シャロンさんももう合流していたみたいですね。おかげさまで滞りなく会長をお迎えできました。皆様も無事に本日の活動を終えられたようで何よりですわ。特務活動については聞いているわ。まずはお疲れ様と言っておきましょう。そちらが新七組にエリカ博士の娘さんかしら。お初にお目にかかります。あ、はじめまして。やっぱり母をご存知なんですか。その昔、父に同行してリベールに行った折にね。今でもたまに連絡は取るけど、あなたののろけ話ばかりしてくるのは少々参るわね。レーグに使うかも。お久しぶりですね。君とはカレル離宮以来だな。今はリーン君の教え子だそうだが、なかなか興味深い面々が揃ったようだ。マキアスやアリサ君たちともこの地ですでに会ったようだね。ええ、おかげさまで。アリサからは動力バイクとデアフリンガー号の新装備も受け取らせてもらいました。そう、まあとりあえず座ってちょうだい。シャロン、皆さんにお茶を。かしこまりました。Thank you.
しゃいました。エリゼ、アルフィン殿下もお久しぶりです。ええ、本当に去年の年末以来になりますね。エリゼとは、あら、エリゼ、何でもありません。ご無沙汰しています、兄様。5ヶ月ぶりか。学生会長になったそうだが、立派にやっているみたいだな。ええ、それはもう下級生からの人気もすごくて。いつも頼られてばかりだから、こういう時くらいお兄様に抱きついて甘えたらどうかしら。もう姫様、相変わらず仲が良くて何よりだ。この人たちが皇女殿下と教官の妹さん、はあ、お二人とも夢みたいに綺麗で素敵っていうか。よく来てくれたね、リーン君。オリバルト王子も本当にご無沙汰していました。ああ、もう1年以上になるかな。遅くなったが卒業おめでとう。そして第二への就任感謝するよ。もったいないお言葉です。殿下こそトバルさんと合わせていろいろと配慮してくださって。この場にいない仲間たちと合わせて改めてお礼を言わせてください。そっちは裏技だからあまり気にしないでくれたまえ。なんか旧七組絡みでいろいろあるみたいだけど、さすがは帝国の王子様だけあって気取った人みたいね。いや、そしてそちらが新七組とかつての小さな戦友殿。来るとも久しぶりだが、ティータ君は3年ぶりになるかな。まずは出会いと再会を祝して一曲送らせてもらうとしようか。あ、いえ、あまり時間もないでしょうし。全然変わりなくて。ご無沙汰しています。1年ぶりくらいでしょうか。噂には聞いていましたが、こういう方みたいですね。まあお兄様、初めての方が弾いてらっしゃいますわ。どうぞ遠慮なくおかけになってくださいね。Thank you.
生徒たちがいると突っ込んだ話はできないからね。そういえば君と差しというのは初めての機会だったかな。ええ、そうですね。自分を呼んだのはクロスベル総督としてですか？それとも鉄血の子供筆頭としてでしょうか？鉄血の子供、オズボーン閣下が見出した若者たち。その立場としての意図もあるが、一応トールスの元理事だからね。旧7組に所属していた不肖の弟ユーシス・アルバレアの兄でもある。話題はさぞ多いのではないかな。ユーシスに伝言なら承ります。いずれ必ず再会するつもりなので。ああ、すでに他の面々とは再会を果たしているのだったかな。いや、ウォーゼル君とバレスタイン教官もまだだったか。どこまで知っている。冗談だ。時間もないし、弟のことはいいだろう。私にとっては君があの方の実の息子であることの方が重要だ。さあ始めるとしようぜ。誰にも邪魔はさせねえ。俺とお前の最後の勝負を。一応人を務めさせてもらっている。ただ私の存在はオズボーン閣下以外には伏せられていてね。ただひたすらに、ひたむきに前へ。そうすりゃきっと結社の減塩計画とやら、このまま私が乗っ取らせてもらう。クロスベルの後始末も兼ねてな。どうしてあんたが生きている。クローが撃って死んだはずだろ。無様なところを見せたわね。クローのことよろしくお願いするわ。おじいさんのあだも撃てず、あんたに一矢も報いられず、あいつの人生が全部無駄だったって言うのかよ。君と同じく閣下にもいろいろな事情があるのだろう。そしておそらくその事情は君と無関係というわけではない。リーン、どうか健やかに育ってくれ。女神よ、願わくばこの子だけは。久しぶりだな、我が息子よ。お前には英雄としてしばらく役に立ってもらうぞ。だったらどうか聞かせてください。1年半前のあの時、聞きたくても聞けなかったことを。ミリアムやアルティナを作った黒の攻防とは何ですか？オズボーン最初が奪ったという結社の減塩計画とは一体何ですか？それに鉄血の子供、どうしてあなたが筆頭なんかに。閣下、そろそろお時間です。すぐに行く。いくつかは答えてあげよう。
黒の攻防の実態を知る者はオズボーン閣下だけだ。私もあくまで閣下を介して黒ウサギを託されただけで、クレア少佐やレクター少佐、ミリアム君自身も知らないだろう。逆に試されているようだな。君も含め私たちのいずれかが確信にたどり着けるかどうかを。確信。そして筆頭の剣だが、12年前父をそそのかし両兵団アルンガルムを閣下にけしかけたのは私だ。アルンガルム、解放戦線の部位が所属していた大貴族に雇われて宰相を襲おうとして逆に皆殺しにされたという。試したかったのだよ、軍部出身の平民宰相の力量と仕掛けた人間に気づけるかどうか。そして帝都近郊の鷹狩りで君の養父シュバルサー男爵に閣下を紹介してもらった折、それが私の仕業であることを閣下はしかと見抜いてくれていた。火遊びがしたいほど退屈かね。家柄に縛られるだけのうつろな人生が。ええ、先日は失礼しました。私からの挨拶気づいていただけたようですね。四大名門に未来はなさそうだ。ならば私はあなたを真の父と考え、いずれ乗り越えさせていただきましょう。鉄血の子供というわけか。確かに子は父を乗り越えるもの。その日を楽しみに待たせてもらおう。だからこそ私は最初の鉄血の子供となったのだよ。Thank you.
you